突然ですが坊ちゃま、猫はお好きですか？猫、怖い。こんなに可愛らしいのに。リリスにこんな柔らかく美しい表情をさせるなんて怖すぎる。坊ちゃま、世の中の人たちは猫の動画や画像を見るだけで緩み切った顔になり心を癒していると聞く。もしかして猫もリリスと同じ魔法が使えるのか？さあそれはどうでしょうか。怪しい。こうなったら猫を克服してその秘密を暴いてやる。坊ちゃまがそうおっしゃると思ったので、猫さんと仲良くなるためのスペシャルアイテムをご用意しましたよ。おお。ではここで坊ちゃまに次回予告クイズです。次回、最近雇ったメイドが怪しい第2話で、私が坊ちゃまにお渡しする猫さんと仲良くなるためのスペシャルアイテムは何でしょうか？リリス、そこは普通に渡してくれないか。